白い悪魔という名にふさわしいガンダム FA78 フルアーマーガンダムサンダーボルト版モビルスーツ解説。 FA78 フルアーマーガンダムは漫画「機動戦士ガンダムサンダーボルト」の第1部で登場し、地球連邦軍のヨ・フレミングが登場して、宿敵ダリル・ローレンツが狩るサイコザクと死闘を繰り広げた機体です。また一年戦争終結後は皮肉な運命をたどる機体でもあります。今回はそんなサンダーボルト版フルアーマーガンダムについて解説させていただきます。ガンダム、俺を夢中にさせてみろ。宇宙世紀0079、地球連邦とジオン公国の戦いである一年戦争にて、サイド4のスペースコロニー軍であるムーアはジオン軍の攻撃で破壊され、多くの住民が命を落としました。破壊されたコロニーや撃沈された戦艦の残骸が無数に漂う暗礁宙域では、ぶつかり合って帯電したデブリによって絶えず稲妻がひらめくようになり、いつしかそこはサンダーボルト宙域と呼ばれるようになりました。そして一年戦争末期となる宇宙世紀007912月、ジオン公国軍は開戦当初の勢いはすでになく、拠点はアバオア空を残すのみとなっていました。しかしサンダーボルト宙域はジオンにとってアバオア空への重要な補給路であり、スナイパー部隊リビングデッド師団によって守られていました。地球連邦軍はそんなサンダーボルト宙域を奪還するために何度もモビルスーツ部隊を派遣していましたが、ことごとく敗退していました。機動戦士ガンダムサンダーボルトではそんなジオンにとっての重要な補給路サンダーボルト宙域奪還作戦イオを含めたムーア同胞団が参加するところから物語が始まります。ムーア同胞団とはジオンに壊滅されたコロニー軍ムーアの生き残りで構成されています。ムーアはフレミング家が首長を務めており、同じくフレミング家が経営するフレミングインダストリーによって統治されている企業国家でした。イオ・フレミングはそんなムーア首長オットー・フレミングの息子ですが、特に自身の経歴や肩書きを気にすることはなく、権威に対して反抗的な素振りを見せる人物であり、さらに故郷を滅ぼしたジオンを憎むムーア同胞団の一員でありながら、出撃時には故郷という呪縛を振りかざす自軍のやり方には納得していませんでした。イオは軍の検問を抜けた海賊構想を任務中でも聴取するという趣味があり、モビルスーツのコックピット内に小型のラジオを持ち込み、自身が好きなフリージャズをドラムスティックで叩く様子が描かれています。また鼻炎持ちでムーアで暮らしていた頃からの長い付き合いであるコーネリアス・カカからポケットティッシュをもらって鼻をかむ様子も見られます。パイロットとしての腕前も高く、出撃前には自身がデブリをギリで避けて突き進む姿を想像して、モビルスーツを鮮やかに操作する姿も見られます。イオは劇中で当初はジムに登場して出撃していました。リビングデッド師団の攻撃を避けて近づこうとする中、味方の一人が稲妻に気を取られた瞬間、デブリに激突して爆散してしまいます。こうして自分たちの位置をスナイパー部隊に知られてしまい、イオは真っ先にダリルが狩るザク2のビッグガンに撃たれ撃墜されました。しかしイオはコックピットブロックで脱出しており、リックドムに近づきコックピットハッチを開けてパイロットを撃ち殺し、その機体を奪いました。こうしてリックドムに登場したイオは自身を狙撃したダリルと通信を交わした後、ドムにインプットされている他のスナイパー部隊の位置情報から逆算して安全なルートを通って帰還するのでした。俺はダリル・ローレンス少尉、お前をいつも狙っているぞ。イオ・フレミング少尉だ。ジャズが聞こえたら俺が来た合図だ。イオが帰還した頃、ムーア同胞団の空母ビーハイブに新型モビルスーツフルアーマーガンダムが配備されます。そしてモビルスーツパイロットではイオの上官が全て戦死していたことに加え、フレミング家を憎みイオを英雄的な死に追いやることを目論むグラハム副長の算段によってイオがそのパイロットに抜擢されるのでした。フルアーマーガンダムはさまざまなシステムや装備が実験的に搭載された機体となっています。多数の装備を施すことで重量が増加し、それに伴って機動力が低下するという問題を解決するため、大型ランドセルに2機の大型ロケットブースターを搭載し、機体各部にもスラスターが内蔵されました。その結果、重武装モビルスーツでありながら高機動型モビルスーツに匹敵するほどの推力を誇る機体に仕上がっています。さらに武装を打ち切った際や増加装甲を損傷した際にはそれらをパージしてデッドウェイト化を避けることが可能です。また腹部にはコアブロックシステムが搭載されているので、緊急時脱出が可能となっているほか、デブリ除けとしてシーリング処理が関節やランドセルに施されています。武装としてはまず右腕部には小型シールドで覆われた2連装ビームライフルを装備しています。一撃でビッグガンを破壊する強烈な威力を誇るほか、高出力ビームサーベルの発進も可能な兵装です。エネルギーパックを交換してリロードする方式であり、大型ランドセル中央に6個の予備エネルギーパックが搭載されています。左腕部には大型ロケットランチャーが搭載されています。5つのコンテナがあり、それぞれにロケット弾が内蔵されています。大型ランドセルには左側に6連装ミサイルポッドを搭載しています。劇中では通常のマイクロミサイルだけではなく、発射後に拡散する小型ミサイルを使用する場面も見られました。右側には大型ビーム砲を装備しており、こちらもエネルギーパック方式となっています。さらに大型ランドセル両側面には2機の高出力ビームサーベルが搭載されています。また機体本体の増加装甲内には剣部、腰部、脚部に小型ミサイルが搭載されているほか、両腕とランドセルのサブアームで最大4枚のシールドを保持しています。なお OVA 版では大型ランドセルをパージした際に機体本体に小型ランドセルが追加されており、その下にビームサーベルがもう1機装備されています。ちなみにガンダムといえば RX-78 には頭部バルカン砲や手持ちのビームライフルが搭載されていますが、サンダーボルト版フルアーマーガンダムには搭載されていません。これは書籍機動戦士ガンダムサンダーボルトモビルスーツイラストレーションズフルカラー設定集によると、サンダーボルトではガンダムとは主役であると同時にラスボス的な悪役としての力強いイメージを与えるために、あえて手持ちのビームライフルを持たないフルアーマーガンダムを選び、過剰な武器を装備させた一方で、モビルスーツ本体には宇宙向けモビルスーツの特徴としてあえて武装を装備させていないことが語られています。すげえ、比較になんねえな。これがガンダム。劇中でフルアーマーガンダムに登場したヨウは短期でサンダーボルト中域に出撃し、スナイパー部隊を圧倒していきます。特に OVA 版ではザクの一人称視点で描かれるガンダムの恐怖は目を見張るものがありました。ダリルとの戦いでは狙撃で撃たれそうになりますが、中域の雷でビームが曲がり直撃を免れます。その後イオはショーンのザク2を人質にとってダリルのザク1を撹乱し、接近して追い詰めました。ギリギリのところでダリルに反撃され撃墜することはできなかったものの、ジオンにとってまさしく白い悪魔ともいえる動きを見せつけています。その後フルアーマーガンダムは圧倒的な強さでリビングデッド師団を倒していきます。そしてダリルのサイコザクと最後の戦いを繰り広げました。死闘の先にサイコザクの攻撃で顔半分とバックパックを潰されるも、イオはサイコザクにビームサーベルを突き立て勝利を確信しましたが、まさかのダリルの反撃の前に相打ちとも取れる結果となりました。ザクから脱出したダリルの姿を見て敗北感を味わうイオは、駆けつけたジオン軍のセイレーン機動艦隊に捕獲され、さらにリビングデッド師団壊滅の恨みから捕虜の人道的な扱いを定めた南極条約を無視した暴行を受けることになりますが、アバオア風の戦闘の混乱に乗じて仲間たちと共に脱走し、後にアトラスガンダムのパイロットとして再び戦場に戻っていくのでした。なおフルアーマーガンダムの残骸はジオンのセイレーン艦隊のクライバー将軍によって回収されましたが、クライバー将軍はアバオア空の乱戦で生き延び、自身の研究機関で密かにガンダムの再生を進めていました。そしてクライバー将軍は一年戦争終結後、リビングデッド師団の生き残りも含めたジオン残党軍を指揮する一方で、リユースサイコデバイスとガンダムのデータを用いて連邦への反抗作戦を企てていましたが、ダリルたちが南洋同盟に協力して離反した際に命を落としました。こうしてクライバー将軍によって保管されていたフルアーマーガンダムの残骸はダリルが入手してサイコザクマーク2の外装に使用し、パーフェクトガンダムとして生まれ変わることになっていくのです。なんでガンダムが銃向けてきてんだよ。余談ですが、サンダーボルト企画当初はガンダムを登場させるつもりはなかったものの、宇宙編の物語イメージが出来上がっていくうちにガンダムを登場させることが決まったそうです。また主役と同時にカラーリングがプラの京四郎風になっており、これはガンプラブームへのオマージュであることがサンダーボルト作者の大田垣康夫氏によって語られています。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。